はいどうも、ジョージです。皆さん筋肉といただきたいてますでしょうか。本日はですね、ちょっとうまく聞こえる ABC みたいな感じでちょっとやっていきたいと思います。ギター弾いてて皆さんあ、これうまいなみたいな、この人うまいなみたいな感じる瞬間っていつでしょうか。僕はいつもいろんなとこで言ってるんですけど、早弾きがうまければうまいって一切思ってないタイプの人間なんですよ、実は。こんだけ早弾きをしてて、よくね、どんな人が早弾きうまいですかみたいな質問来るんですけど、早弾きはもう本当練習すれば、もちろん、なんて言うんでしょう、時間は人それぞれ違いますけど、ある程度までは絶対皆さんできる項目なんですよ。みんなが達成できる、項目なんですね。ある種、ゲームの難易度じゃないですけど、諦めずずっとやってると、攻略できるっていうものなんですけど、そこを突破して、うまいなって感じる瞬間が僕実はあるんですけど、それがアーティキュエーションです。なんて言ったでしょう、ニュアンスの出し方、ピッキングのニュアンスの出し方だったり、早弾きの終わりとかね、特に思うかなと思います。すごいね、いろんなミュージシャンをずっと見てきたわけですけど、自分なんかがまだね、言うのもおこがましいですけど、あ、この人、もったいないな、みたいな人結構見てきたんですよ。だ要は、早弾きでも、例えば、この下から上まで、上まで弾き切る早弾きがあるじゃないですか。A パターンの人間は、これが A パターン。はい、B パターン。ちょっと軽く適当に弾いてみたんですけど、どっちの方が上手いって感じますかね。まあこれも人それぞれ好みの問題だと思うんですけど、A パターンを弾いちゃってる人結構多いかなと思うんですよ。まず一つ目の原因になっているのがチリメンビブラートって僕が勝手によく、ね、授業で言ってるやつなんですけど、こういうやつですよ。はい、ビブラートですよね。ビブラートはビブラートなんですけど、ちゃんとしたビブラートって皆さんどういう状況か知ってますかと。まあね、動画にしてることもあるんですけど、僕ちゃんとしたビブラートっていうのは、ちゃんと音程のこの波、音楽の波に合わせて、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーでちゃんとかける。8分音符でかける、16分音符でかける、付点でかけるっていうのが意識できま、できてますかっていう話なんですけど、ただ単にビブラートをかけちゃう人いるんですよ。みたいな、いません？結構。譜面には、ニョロ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 ってビブラートってかけてあるだけなので、誤解しがちなんですけど、実はビブラートって本当に奥が深くて、これだけで人の全然ね、なんて言うんでしょう、うまさっていうのが変わってくるんですけど、ビブラートっていうのが、まあ、ちゃんとできましたよ。っていう感じになってきたとして、違う、今度は項目で上手いなって思う部分があるんですけど、それがピッキングとか、ニュアンスの出し方ですね。これ皆さん一番、難しいなっていうものの一つじゃないかなと思うんですけど、こんな感じのフレーズがあったとします。ね、普通に、弾けてる感じのフレーズになるんですけど、これを弾いたら聞こえ方変わるんじゃないのかなっていうのがあって、こんな感じの弾き方になります。なんかすごく上手そうに聞こえません？なんかギター弾ける人みたいな。これただ単に D メジャーのところを弾いてるだけなんですけど、全然その上手さのなんかニュアンスっていうのが違うっていう意味が分かっていただけたかなと思うんですけど、これっていうのが、サックスプレイヤーとかから来てるのかなと、トランペットとか、ジャズとかのね、サックスプレイヤーとかってこう半音下からよく使いますよね。あとは半音、半音進行とか、これ弾くだけでもってね、入れるだけでもうまくそうに聞こえるんですけど、これを本当にうまい具合で入れていくのが、入れすぎもちょっと変ですしね、大事なんですよ。ちょっとね、実演してみたいと思います。今ね、そこら辺に落ちてたバッキングトラックで適当に弾いてみたんですけど、いかがです？すごくなんか、おしゃれに聞こえません？
感じですごくおしゃれに聞こえるフレーズになってるんですよ。これ本当おすすめなんですね。こういうアプローチの仕方、もちろんこのフレーズだけじゃなくていろんなところで使えるんですけど、ペンタトニックがあったら半音下からこう入れてあげるみたいな、こういうことをするだけでもちょっと地点を変えることができるんですよ。で、早弾きとかの終わりでもそう、最初にね話してた早弾きの終わりで一弦でこう止まってビブラートするんじゃなくて、一弦ってそもそもビブラート結構しづらいですよね。しづらいところなのでピッチもずれやすいし、だったら一弦まで行ってでビブラートしづらかったら戻ってきてやりやすいところでビブラートかましてあげたり、ちょっとテクニック入れてあげたりしてあげるだけでも、うまさのランクっていうのがぐっと上がると思ってるんですね。で、このフレーズがすごく綺麗に聞こえるようになってくると、誰が見ても、あ、この人うまいなってね、思われると思うんですけど、このピッキング、ニュアンスの出し方、これはもう本当、口で伝えたり、こうやって動画で伝えるの難しいんですけど、本当にね、やっぱりうまいなって思う瞬間は、やっぱこれがちゃんとできてる人。は僕はかなりうまいかなと思ってるので、まあ自分ももっとうまくなろうと思って日々こういうので練習してたりするんですよ。なのでぜひね、日々のフレーズにちょっと半音下から入ってみるとか、ビブラートとかをうまくね、追加して弾いてみてください。はい、この動画が面白いなと思いましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。